はい、どうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブから見ていきたいというふうに思います。チームリベロルさんとですねフレンド対戦させてもらいました。この中から、今日のね、動画を話ししていこうと思うんですけども、これねやばい相性だわ。フレームシューターとあと、クイヒーですね。いや結構ね僕相性いいと思わなかったんですよ。いろんな方が、まあ、動画とかこう出されていて、まあ、それも見てたんですけどね、まあ、難しそうだなっていう風に思ってたわけ割と。なんだけどこれね無限の可能性マジ感じる。本当に感じますね。なんていうのかな、難しく使おうと思えば難しくも使えるし、簡単に使おうと思えば簡単にも使えるんですよね。で発想なんですよ、結局のところ、やっぱりね。で、その発想をちょっと今日はね、お話しできるのが一個あったんで、これはね、クイヒ特にやる方には見てほしいし、でもちょっとね、クイヒやんないけど、フレームシューター面白く使ってみたいなっていう方にとっても、めちゃくちゃね、参考になる動画じゃないかと思うので、最後までご視聴ください。で、まずですね、クイヒのパターンってどんなのがあるのって、まあ、クイヒードラゴン、クイヒーディカゴ、いろいろあると思うんですけども、まあ、一般的にクイヒーって、こんな風にやっていくやつですよね。このね、もうちょっとね、白玉さんのね、クイヒー、なんか、確か名前違った気がするんだけど、なんか、読み方がよく分かってない。ごめんなさい。ね、クイヒーめっちゃうまかったんだわ。なんで、ちょっと、まあ、それをね、今日は、一発目に上げていきたいと思うんですけど、クイヒーといえばこれですよ。きっちりヒーラーをつけて、相手の高火力帯にね、レイジガンガン炊きながらぶち込んでいくっていうのが、まあ、クイヒーの、まあ、基本ですよね。基本。で、しっかりレイジを当てて、こう、クロスボウ3体で体力も赤ゲージなんだけども、そこを、耐え切っていく。まあ、これちょっと厳しかったね。クローク入っちゃったけども、さらにウォールブレーカーで壁をこじ開けていって、レイジヒーラーで回復決めていきながらゴリ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 進んでいくという感じですね。逆サイドこれもこれキングで削っていって、で、ドラゴンたちを出していくっていうパターンなんですけども、まあ、今回はね、クイヒーまずこんな風にやっていくっていうところをまず序盤見てほしくて、で、クイヒーにフォーカスをつけます。こんな感じね。でもここからね、先はあとクイヒー多分そんな簡単にやられないですよね。やられる防衛ないんで。で、この場合って今、突撃艦使ってるんですよね。で、これをどう使っていくかっていうと、タウンホール取るのに使っていくんですよ。後ろから、ドラゴンたちの後ろからね、こうね、突撃艦をまず当てていきます。この辺から出てくるかな、そろそろ。で、グランドウォーデンのトームをかけて、で、突撃艦をタウンホールまで当てるっていうパターンなんですけど、これね、やっぱドラゴンの攻め方をする人はよくまあ使うし、いろんな動画でもよく見ます。なんだけど、ここにね、今、トルネードトラップがあったりとか、いろんなね、これを事故らせるようなテクニックもあったりするわけですよ。なので、これ一辺倒だと、やっぱりね、限界を感じることがあると思うんですね。ただ、今回の場合は、すんげえ、クイヒーがまずうまいしさ、で、スーパードラゴンの付け方もうまいのよね、これ。めちゃくちゃうまくて、もうそのままもう余裕の全開まで持っていっちゃうんだけど。なんですけど、まあ、こんな風にね、突破兵器を使うっていうのもいいってあるし、全然これ普通に強いんですよ。だけど、これをね、シューターをクイヒと組み合わせた場合どうなるのかっていうところもね、せっかくなんで見ていきたいじゃないですか。なんでね、2本目、3本目は、それに関わるアタックをご紹介させていただきます。まあ、突撃艦型はね、もう世界選手権でもいろんな選手が使ってるし、もう、普通に皆さん使ってると思うんで、まあ、これはね、鉄板テクニックになりつつあるかなっていうところですね。ナイスからです。はい。で、次見ていくのがシューター型ですね。で、シューター型ってどういうのっていうやつなんですけど、これ。まずは、アキさんも見てみましょう。これね、クイヒーディガホグをやっていくわけですよ。要は、ちょっとだけ解説させて。ここにさ、クイヒーが通れるルートがこうあるわけですよ。こういうふうにね。こういう風に取れるルートがあるわけだから、ここにクイヒー流し込みたいわけですよ、こういう風に。なんだけど、そうすると、こことここのカットを上手にやんねえか、ここに入っていかないし、入っていったところでタウンホールをこの通路から打てないんですよね。かといって、突撃艦をこのタウンホールにこう最短距離で当てようと思うと、この辺に黒爆弾とかあったりさ、対空砲もあるからめちゃ怖いじゃん。で、こういう時どうすんのっていう時に、ですね、今までだったら手をこまねえちゃってたところがシューターの出番なんですね。まずクイヒー展開していきます。一時方面ですね。ヒーラーをつけていってクイヒーの形。ここから、なんだ、このクロスボウとかね、ターゲットをアシャクイがもらっている間にシューター出していくんですね。で、タウンホールを狙っていきます。で、これね、ちょっとアーキーさんのコントロール抜群だなと思ったのは、僕ならこっちに反らす可能性がありますね。
だけど多分これこっちにそれちゃったら多分シューターをこちら側から出していく。で、ちゃんと予定通り多分こっち側に来てるので、シューターをこちら側から出ていくっていうね、逆サイドからアーチャークイーンが進まない方向からシューターを出ていくっていう形を取ったのかなというふうに思うんですけども、こんな形ですね。もうクイヒーでしっかり援軍処理もできてますよね。うまい、このルート完璧ですね。で、シューターでタウンホールを狙っていきます。で、タウンホールの範囲にこれね見てもらうと分かるんだけど、この壁がさ、アーチャークイーンでタウンホールを射抜けないように作られてるもんだから、逆にアーチャークイーン遠回りしちゃってタウンホールの攻撃範囲にクイーンもヒーラーも入んないんですよね。これがおっとっとっとすいません、これがねめちゃくちゃすごい綺麗に決まっている感じがしますよね。で、はい、シューターがこれね、僕だったらクエイク持っていくかな。僕だったらフリーズ1枚減らして、この1マス空きってシューターの攻撃でターンが起動もする距離なんですけど、たまにしないんですよね。それが怖いから僕ならクエイク持っていくけど、アキさんこれは、攻める編成にしてますね。ターンホールをきっちり起動させてシューターで狙っていくという形で、アーチャークイーンはここの、そうか、投石を狙っていってますね。僕これ通路に入れるのかなと思ったら、ここからディガホグ展開するかと思ったけど、ここからねしてませんね。クイーンを中に入れていきながらディガホグをこっち側から展開して、まあ、直線に進めていこうというところですね。綺麗に決まってますね。アーチャークイーンがしっかりクロスボウのターゲットを取ってくれて、投石も壊しているんで、序盤ディガホグ全然やられないと。で、シューターはね、ディグノクロスの攻撃でやられちゃってはいるんですけど、タウンホールをね、きっちり壊してくれればもうお役御免ですよね。あとは、ホグライダーが中から出てきて、さらにダメ押しでユニットを倒していってくれます。あとはもうここから先は、残ったね、クイーンとあとロイヤルチャンピオンを使って全キャップで持っていくという形になりますね。まだこの時点でキングのフィストが残っているから強いですよね。投石機にきっちりとフィストを当てていって、ロイヤルチャンピオンを8時方面から展開してキングと合流。最終このシングルが若干重たいけども、ここにしっかりフリーズを1枚残しましたね。あとはまあクイーンのクロークも残っているので、もうここまで来ればもうあとは時間だけの問題っていうところでしょうかね。ホーミングシールドを放っていって、アーチャークイーンクロークも発動してシングルインフェのターゲットをさらに外しながら、最後ロイヤルチャンピオンが締めるという格好ですね。まあ、普通に今、目をざっと解説しちゃいましたけど、ポイントはですね、アーチャークイーンで表をなぞってから、シューターで奥を刺すっていう考え方なんですね。ここ。アーチャークイーンでまず、このタウンホールの周り、この辺っていうのをこうカットしていく。こういうね、カットしていって、で、カットして、タウンがね、やっぱりこれ起動しなければ単なるストレージと同じですから、金庫とかと変わんないわけなんですね。起動さえしなければ。なんで、このタウンホールに火力依存しちゃってる区画なんかっていう場合には、そこを表層をこうクイーンで削っていって、奥側にシューターをぶち込んでいくっていう形、こういう風に。これができてしまうと、もうですね、アーチャークイーンは、タウンホール周りをサクッと掃除してくれるし、これね、意外とね、タウンホール周りサクッと掃除するの良いんですよ、実は。意外とこれ強くって、それが簡単にできちゃう。で、表層をなぞった場合に奥側のこのタウンホール取る方法がなかなかやっぱないんですけど、シューターが登場したことによってそれができちゃうことですね。なんでもう一回言うと、表をクイーンでカットしながら奥側にシューターを打ち込んでいくっていう感じ。こういうね、こういう使い方、これクイヒーとの相性抜群だし、まあ、なんならどこでもいいんですよ。別に今回ね、このタウンホールを狙ったのは一番やっぱタウンがシューターで壊すにはアドが取れるんですけど、こちら側はね、クイーンでこう歩かしていって、外周この辺をこう削っていきながら、シューターをピョーンとこの投石機のところに流し込んでいく、殴り込ませていくとかね、いうパターンでも使えるし、まあ、いろんなね、可能性のあるパターンになるので、これはぜひね、使ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。あともう一個ね、ジョーカーさんがやっているアタックもちょっと見ていきましょう。ベルトさんがやったこれですね。で、これもクイヒーのシューターなんですが、ちょっとね、ロケバル式はね、だいぶテクニックがいると思う、個人的には。難しいと思いますね。なんで、あくまで今回はそのロケバルじゃなきゃいけないっていう風に捉えてもらうんじゃなくて、あくまでクイヒーとシューターのその組み合わせっていうところをね、見てもらえたらという風に思います。これテクがいますね、だいぶね。はい、で、今回のパターンっていうのは、クイヒーをこちら側にこう歩かしていくんですね。で、そのためにこっちのカットしたいんですよ、この辺のカット。そのカットにランチャー使っていくんですね。わかるかな、このクロスボウとかさ、すげえ嫌なとこから打ってきてるんじゃないですか。これをシューターで狙っていくんですよ。こうやっていくことによって、
違うな、これちょっとなんかクイーンが普通にクロスボウ殴ってるまあだけど、まあ、イメージはそんな感じ。こっち側をシューターで壊してクイーンをこう入れていくって感じですね。こういう風に奥へ奥へ流し込ましていくっていう感じです。で、まあ、当然言わずもがなね、このシューターっていうのはワンチャンタンフォールになってますね。ここにシングルインフェルノがあるんで、このシングルをシューターが炊けた瞬間にタンフォールが起動しますから、でその流れでタンを取っていっちゃおうっていう、まあ、目的のあるシューターですね。これうまい。で、アーチャークイーンはしっかりこれ援軍も処理をしてくれて、アーチャークイーンが届かないところ、このシングルインフェルノだったり、あとこちらのね、タンホールをシューターで殴っていくと。ただこれね、タンホールのダメージがシューターに入っちゃったので、これリカバリーうまいですね。フリーズと、レイジを使って一気にタンホールを、ドラゴンライダーの中に入ってたね、ユニットで落としていきます。これうまかった。こういうところのね、やっぱテクニックがね、ジョーカーさんがあるから強いんだよな。僕多分あそこ臨機応変に今のレイジフリーズは多分使えなかったと思いますけど、まあそういうことでね、このアタックってだいぶその、技術的なエッセンスがすごい盛り込まれてるので簡単に真似できるアタックではないんですけども、さっきの、ね、アッキーさんみたいに表面をアーチャークイーンで削って奥側をシューターではなくって、アーチャークイーンで削る区画、シューターで削る区画っていう風に、こういう風にね、2つ分けて考えていくような、こういうなんていうかシューターで横側を取っていくようなパターンっていうのもありますよってことですね。でももう一個強いのはさ、これシューターってさ、壁も壊すから、あとアーチャークイーンがさ、この割となんていうのかな、シューターが壊してくれた方に壁をスイスイこう突き抜けていけるんですよね。だから時間切れとかのリスクも割と壁が壊れちゃうもんだから、アーチャークイーンさえ生き残っていれば少なくなるし、まあそういった意味でもこの攻め方の強みっていうのはありますよね、というところです。いや、やっぱね、グランドウォーデンのオデヒーにシューターからのペッカスパビス、まあ中華式とか、あとは、シューターからのドラゴンっていうのが、まあ主流ではあると思うんですよ。まあ、それが一番使いやすいっちゃ使いやすいんだけど、このやっぱね、クイヒープラスシューターって、相手のその対策、思わぬところ、意表をついたシューターの、なんていうのかな、その、使い方ができる、まあ、そういう可能性を秘めた、組み合わせかと思うので、今のね2つのパターンだけでもまずは頭の片隅に入れていただいて、クイヒをねメインで使っている方なんかは特に、こういう使い方っていうのを意識しながらプランニングをしていくと、相手の裏をね書きやすいプランが作れるんじゃないかというふうに思いますし、決まったらかっこいいよね。うお、すげえこれって思っちゃうじゃないですか。みんなをねあっと言わせられるね、そんなシューターの使い方、ぜひね参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、ということでですね、今日こんなところで終わりにしたいというふうに思いますけども、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして、僕のチャンネルですね、クラン対戦の解説的な動画中心にやっております。タンホール14から12まで幅広く扱っておりますので、ぜひこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。